関東ジオパークの鈴木と申します。ここの企画はどのようなものをされているんですか？伊豆半島で、去年の9月に、日本ジオパークというのに認定されたんですけれども、そのジオパークのことをはじめとして伊豆半島のこと、自然のことを、展示をしています。ジオパークって日本の国内に30カ所以上あるんですけれども、日本って結構変動帯でいろんな面白い地形とか地質とか、その上に住んでいる人々の生活とかあるんですけれども、そういったことを通じて地球を楽しんだり学んだりしようっていう、そういう場所がジオパークです。ここに実際に地形があるんですけれども、なぜこれは赤くされているんでしょうか？伊豆半島の地形を、立体的に表現するために赤色立体地図という技術を使ってます。で、赤くしているのは、人間の目が赤っていうのはすごく見分けることができる色でありまして、これを使うとうまく立体的に見えるってことは分かったので、こういう表現を使ってます。そうなんですか。鈴木さんは実際に色彩の勉強とかはされたんですか？もともとですね、地質の専門で、地図大の OB ですけれども、地質の専門なもので、全然そういうことはやったことないんですけれども、こういったその、地図をうまく表現することによって僕の地質も進みますので、それのためにその色彩の勉強とか心理学の勉強も少ししました。その中で苦労されたことってありましたかね？そうですね、全然違う分野なので、どうやって調べていいかも分からなかったですけれども、それもありますね。あとはすごく巨大なデータを扱うので、そういったことをコンピューターをうまく使ったりするということも、すごく勉強しました。ジオパークというか地質っていうのはですね、面白い形の岩とか地層とかっていうのができるわけですね。あちらにも飾ってありますけれども、そういったものをモチーフにしたお菓子を作ったりもしています。それは何かのきっかけにされたいとかということですかね？ジオパークでその地元にガイドさんを育成してるんですけれども、そのガイドさんの中にお菓子作りが得意な人がいまして、その人が、作って今商品化しています。ジオパークをあまり知らない人にとっても知ってもらえるきっかけになるということですか？そうですね、はい、お菓子から入ってもらって地元のことに詳しくなってもらうっていうのもありだと思います。今回詳しいお話を聞かせていただいて、よりジオパークに興味を持つようになりました。